That's an honor for me to be here in Japan, to perform here. And I want to thank Bunka Kaikan for this opportunity. And I want to thank the whole Japan for such a generosity. And it's really fair. And what can I say? That's my dream come true. And I still can't believe it. I enjoyed this trip. I enjoyed this serious competition in my life, and I'm gonna work hard and just work and do my best. That's it. 本日は第2位という、とてもありがたい賞をいただくことができて、とても驚いていると同時に嬉しく思っております。本当にありがとうございました。また遠くから応援にいらしていただいたたくさんのお客様、舞台から客席を見ることができて、お顔を拝見するたびに温かい気持ちになって歌っていて、とても幸せでした。こういった貴重な経験をさせていただけたのも、上野文化会館の関係者の皆様をはじめ、東京音楽コンクール運営委員の審査員の先生方、運営に携わってくださった皆さんのおかげだと心より感謝しております。第2位という結果だったので、まだ上はあるということでですね、さらに自分の歌に表現に磨きをかけて、次がもしチャンスがあるのなら、もう一度このコンクールに参加をして、次は第1位取れるように、そうなったらいいなと思いますけれども、もっといい歌をお聞かせできるように、これからもっと精進いたします。今後とも温かくお見守りいただければ幸いです。ありがとうございました。本日はありがとうございました。一次予選、二次予選、そして本選を通し、私自身もまだまだやらなければいけないことというのに改めて気づかされたコンクールとなりました。これからも真摯に勉強していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。